井ノ口里氏平8月11日から1944年10月24日は日本の海軍軍人。戦艦、武蔵艦長として戦死し、一階級特進で、最終階級は海軍中将。鳥取県下鷹軍が路村において、大工東領井ノ口哲造の長男として生まれる。弟にチョコ力ダイラーがいる。海軍内では兄は井ノ口里氏。 弟は、チョコ力と区別する故障もあった。鳥取中学校を経て、1918年11月、海軍兵学校10番、124名の成績で、卒業、小位候補生となる。1919年8月、小医に任官。1923年12月、海軍法術学校高等科学生を拝命。1924年12月、 大尉に昇進し、戦艦、日向分文隊長に就任。1925年12月、海軍法術学校専攻科学生を拝命。1926年11月、法術学校教官に就任。チョコはたびたび法術学校教官を務め、法術の権威として高く評価されており、海外でも、キャノイノグチという名前で知られていた。1929年11月、 少佐に昇進。1930年11月、軽巡洋館、絹法術長に就任。1931年12月、第二水雷戦隊参謀に就任。1932年,年12月、法術学校教官に就任。1935年11月、戦艦不装法術長に就任。1936年12月、 連合艦隊参謀県第一艦隊参謀に就任。1937年12月、軽巡洋艦、熊副長に就任。1938年4月、砲術学校教官に就任。1939年11月、大佐に昇進した。ブルネーを出港する戦艦、武蔵1940年10月、旧艦、色特務艦長に就任。 1941年5月、横須賀法術学校教頭に就任。12月、太平洋戦争勃発。1942年7月、慶順洋館、名取館長に就任。1943年2月、重順洋館、高尾館長に就任。10月、横須賀鎮守夫婦。12月、横須賀法術学校教頭に就任。 1944年8月、戦艦、武蔵艦長に就任。10月15日、少々に昇進。10月24日、冷凍機械戦に参加。敵航空攻撃が多数命中してそのうち一発が防空式証言に命中し、防空式書にいた井口は右肩に重傷を負った。武蔵はフィリピンの渋谷会で、 激沈寸前状態となり、沈没必至と判断した井口は、総員退去用意を命じ、環境を去る副長に遺書と愛用のシャープペンシルを手渡し、生きて部下の工事を見るように混成した。副長は最後を共にすることを願ったが、許されなかった。チョコは退去用意を命じた時にご親衛とご直輸の放線の処置を命じたが、これは放線中に、武蔵が沈没。 日本時間で午後7時35分までに、武蔵の船体は海中に没し,し、チョコは環境に残って戦死した。去年48歳。戦死後に一階級特進し、中将に昇進。遺書は沈没する30分前までに書かれたもので、副長はマニラでこの副写数部を作り、一部は南西方面艦隊司令長官に、一部は遺族に送られた。原本は後に、 江田島の海軍兵学校教育参考官に収められたが、抽選の際に行方不明になった。ありがとうございます。